空色朝顔は昼顔科の一年草である。アメリカ空色朝顔とも言う。園芸では西洋朝顔と呼ばれることが多い。種はリゼルグサンアミドを含み南米の先住民に幻覚材として用いられてきた。様々な栽培品種には絞り模様のフライングソーサー、青のヘブンリーブルー、白のパーリーゲートなどがある。茎には毛はなくトゲがある。 対して、朝顔の茎には、毛が生えている。葉の形は、さつまいもに似ている。一箇所から五から六輪の花が咲く。対して、朝顔の花は一箇所から一輪、花の額は長く伸びている。いくつかの園芸品種が作出され、観賞用に栽培されている。朝顔より、品種は少ないが、主な品種に、青色無地のヘブンリーブルー、ヘブンリーブルーを早咲きに改良した。 アーリー・ヘブンリー・ブルー、薄い水色に濃い青の筋が入るブルースター、絞り模様のフライング・ソーサー、白色のパーリー・ゲート、ピンク色のウェディング・ベルなどがある。ヘブンリー・ブルーは、王立園芸協会のガーデン・メリット賞を受賞している。原産地は、熱帯アメリカ。11月に、蜜蜂の訪問垣根用に栽培されるが、はびこりやすく、他の草花の領域まで侵入するの。 東京標準で5月上中旬に発種する。種は朝顔と同じくらい大きく巻きやすい。栽培地に直巻きし5ミリメートルくらい複度する。丈夫で痩せ地でもよくでき、かえって肥沃口では葉ばかり茂って花が咲かなくなる傾向がある。花言葉は愛着である。その種、鶴、花、また葉はエルゴリンアルカロイドを含み何世紀にもわたり、 多くのメキシコの先住民族の文化において、幻覚剤として利用されてきた。アステカで、釣り、リリチンとして知られ、ナートル語で、黒の語に敬意を込めた、設備字がついている。南米で、その種は、バドーネグロとしても知られる。1941年に、リチャード・シュルツは、メキシコのアメリカ先住民による、アステカ時代まで遡る、その使用を簡単に報告した。 さらなる調査は、ダンセムズ・マクドゥガルによって1960年に報告されており、イポモエア・トリコロールの種が、あるサポテコ族によって秘籍に用いられ、時に同様の化学素性を持つ、異なる種であるリベア・コリボサの種子と一緒に利用されていた。種の幻覚性の特性は、主にリゼルグ酸アミドに起因しているとみなされている。リゼルグ酸ヒドロキシエチルと、 エルゴノビンも、また、植物におけるサイケデリックなアルカロイドであると、みなされている。種には、排糖体も含まれ、吐き気を起こすことがある。ありがとうございます。